こんにちは、瀬名助です。今回は私ね、初めてのキャンディー塗装に挑戦してみようと思います。キャンディー塗装ね、やったことないんだよね。で、今回ね、エアブラシを使っての、キャンディー塗装にね、挑戦してみます。動画とか参考にさせていただいて勉強したんですけども、できるかなっていうね、できそうな気はするけど、あ、怖いよっていう感じがあるんですけど、もうやってみようと思います。もう結構前からね、キャンディー塗装への憧れがありまして、憧れがあるにもあるも、なんだろう、ちょっと難しそうっていう気持ちがで、なかなか一歩踏み出せないっていうね、いうところとね、ずっと葛藤していたんですけど、やってみます。で、今回そのキャンディー塗装に使うキットはですね、じゃじゃん、こちら HG のシナンジュですね。シナンジュかっこいいよね。で、ちなみにこのシナンジュはね、チャラン、こちらのシナンジュはですね、もうね、すでにね、組み上がってるんですよ。反対。いつだったかな、このシナンジュ組み上げたの。去年とかなんですよ。本当に去年の半ばとかに、いろいろね、私、いろんなものをね、なんか、筆塗りの題材として、勉強として、用意してたんですよね。ガンプラをやたらと組んでたんですよ。黙々と。で、その中の一つがこのシナンジュだったので、こちらがね、パチ組みの状態でずっとね、箱の中にしまわれていたんですけど、それをね、今回引っ張り出してきて、よし、これでキャンディー塗装やってみようっていうことです。ドキドキするけど、すごいね、楽しみな気持ちはあります。はい、じゃあね、ということで、やっていってみましょう。ドキドキなんですけど。よし。じゃあね、早速ね、私、さっきも言ったように、シナンジュ組み上がってるので、まずね、バラして、そしてハサミに刺していって、挟んでいって、じゃあさあ吹いていこうっていうところですね。じゃあやってみます。
ちらのシュランジュ完成しました。自分的にはね、もちろんね、もっとすればよかったとかいうところはね、山ほどあるのですが、まずね、自分の完成した満足度に対してはね、もう100点満点というところですね。もう合格。いや、なんかね、これをね、写真とか動画とか撮ってたんですけど、最後に。撮ってる時に、これ、本当に私が作ったのってぐらいね、もう満足なんですよ、とにかく。大満足の出来でして、めっちゃかっこいいやんってずっとね、撮影しながら惚れ惚れしてました。で、今も惚れ惚れしてます。かっこいい。で、私ね、ここのね紫色、この紫がね、私の中ですごいねポイントなんですよ。このシュランジュのこの紫めっちゃいいでしょ、かっこいいでしょ。一箇所ね、紫がきつく入ってることでね、全体の色味にね深みを出してます。はい。でね、私ね、今回ね、ほとんどバラさずにエアブラシ吹いちゃって、ちょっとそれが後々後悔することにはなったんです。皆さんはね、できるだけバラした方がいいよ。結構ね、細かい奥までね、エアブラシをね、もう必要にって吹き続けることになって結構大変だったっていうところとね、私ね、この肩の裏がね、赤がちょっと見えちゃってるところがあって、それが心残りなんです。はい、次からはね、もうできるだけね、バラしてね、拭いていきたいと思います。皆さんもね、横着せず、そうした方がね、結局早いと思います。近道だと思います、ゴールへの。結局ね、バラさなかった分ね、奥深くまでエアブラシをね、届かない、もっと深く、っていうね、大変なことになるので苦労しました。まあでもね、すごくね、自分で満足いく出来になったのはね、最高だと思います。いやーね、もういいね。このね、青メタリックにしたのもね、私ね、青色が大好きだったので、青メタリック、青のね、キャンディー塗装してみました。赤も良かったんだけど、青やってみたくて。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。かなりね、かっこいい出来になったのではないでしょうか。はい、自分の中でね、次はもっとああしようっていう点もたくさん見つかって、すごくね、勉強になりました。あー、早速次何塗ろうかな。なんかね、今自分の中ですごいね、気持ちが高ぶってまして、よし次っていう感じなんですよ。もうね、組み上がってるものがあって、次はこれだなっていうのがあるので、また皆さん楽しみにしていてください。ということで、今回はこの辺で。じゃあねー、またねー。